函館バス。函館バスは、北海道函館市高森町10の位置に本社を置き、バス事業や不動産事業を行う企業である。大島、檜山館内各地には15のバス事業者があり、おののバスを運行していたが、太平洋戦争勃発により各種統制が敷かれ、ガソリンなど物資不足が発生した。乱立気味であったバス事業者を統合するために、北海道における 旅客自動車運輸事業統合要項が発表された。北海道内を7地域に分けた統合が進められ、函館地区14事業者の統合先として、函館乗り合い自動車株式会社が設立されることになった。1943年、昭和18年10月1日に仮営業を開始。翌百四十四年、昭和十九年四月十二日に各社からの事業譲渡が許可され、 同年6月1日付で設立登記し営業を開始した。なお、道南電気軌動は函館市へ事業譲と交渉中であり、その譲と交渉先である函館市は統合決定時にバス事業を行っていなかったため除外されている。所有車両54台の中にはガソリン配給を得るためのダミー車両も相当数含まれており、 従業員は14社からの寄せ集めであった。1945年、昭和20年には、従業員数88名に減少。翌1946年、昭和21年には、車両43台に減少した。物価高騰の影響もあり毎年のように、運賃値上げと増資を繰り返していた。路線は着々と延伸を図り、各地域に進出した。 1948年、昭和23年には、奥尻島に進出したものの1952年、昭和27年10月4日に廃止されている。1951年、昭和26年7月3日に称号を、函館バス株式会社に変更した。1954年、昭和29年8月31日に、函館バス労働組合、現、 私鉄総連函館バス支部が発足したが、これに対する会社側の対応を不服とし、即日ストストに突入。打結まで9月21日までの21日間を要した。1955年、昭和30年には、賃金引上げを要求し7月6日に、スト突入した。この時は8月26日の打結までの51日間、全路線運行停止となり、 頻繁、長期化するストに豪雨に癒した。沿線住民は、函館バスに対して避難の声を上げ、国鉄バスに対して函館市乗り入れを陳情。函館市交通局、現、函館市企業局交通部が、王の上磯方面とか海岸の一部に、ハイヤー会社であった、相互自動車が赤海岸線に参入し、沿線自治体では、貸切バスで輸送を行うなどの事態となった。 上向きであった経営状況もストによる収入低下などが影響し危機を得ることになり、同年行われた運輸省の監査では稀に見る悪い会社との国評を受け改善を命じられた。1957年昭和32年10月23日より東京急行電鉄の参加に入り東急グループの一員としてスタートした。函館市や市民はこれを快く迎えたが、 給料未払いや税金滞納など課題山積みの中での再数と出会った。この状況を打破するため、旧路線の開廃や新規路線の運行などを行い、税金等の支払いをきちんと行うなどしたところ、業績、信頼とも上向きとなった。1959年、昭和34年には、長期スト中に下海岸線に参入した。 総合自動車のバス事業を買収するなど利用者へのサービス改善を図った結果、1960年、昭和35年の運輸省監査では、有料会社に成長たとの票を受けるまでに回復した。1956年、昭和31年には、檜山海岸線に国鉄バスと江差市町営バスが参入の意向を示し、 校長会が行われるなど調整が続けられていたが、1961年、昭和36年1月27日に、却下されている。路線拡大に伴い、1963年、昭和38年6月21日に、森、9月7日に函館バスセンター、11月29日に、約も、1964年、昭和39年1月23日に、 尻内ちに営業拠点を新築落成してる。1962年、昭和37年10月17日、帝国運行していた日山海岸線の熊石発、餌市業は、熊石町から乙部町に入って間もなくの豊浜4号水道を、通過後、豊浜3号水道付近に差し掛かったところで、落石を見、通行不能と判断した。 乗務員は電話連絡を行うため最寄り停留所まで戻ろうと交代を始めたところ間もなく山津波、土石流が発生。車両もろとも海中に転落した。乗務員2名は生還したものの乗客は少なくとも6名が犠牲となり、転落した車両は引き上げられていない。この区間は1973年、昭和48年に山側を迂回する形で、豊浜トンネル、 檜山が整備されており、事故現場は廃堂となった。1965年、昭和40年以降も路線拡大が図られ、1966年、昭和41年9月に函館おしゃまんべ館直通系統を開設。1967年、昭和42年2月におしゃまんべと絵さに営業所を開設した。一方で過疎化やモータリゼーション化の進行。 高山の閉山による乗客減少から仮想路線の廃止も同時に行われた。特に薬も営業所管内では1969年、昭和44年から翌年にかけて町内の路線の大半休止となり、薬も営業所は同年10月22日に6年の営業期間で廃止されている。これらの休止路線は1975年。 昭和50年2月18日付で廃止され、一部路線は役務町が引き継いでいる。組織変更も進められ、昭和50年代中期までに大半の営業所が出張所化されている。ワンマム運転は1969年、昭和44年5月1日の七重浜線を川切りに函館市内近郊路線より順次行われた。 地方路線には共愛区間が残っていることもあり、定期全路線のワンマン化は1989年、平成元年11月4日までの20年以上、かかっている。1979年、昭和54年5月10日には本社を、現在地に移転。路線は1982年、昭和57年に横津岳国際スキー場線、1985年、昭和60年に、 函館大西館の直通系統、大西号、1987年、昭和62年に、函館世田名館の直通系統、世田名号や東野高温泉線などを開設。一方で1971年、昭和46年に開設された、江山高原ホテル線は1978年、昭和53年までのわずか7年で廃止されるなど、整理が進められた。 特定地方交通線廃止によるバス代行路線として、1987年、昭和62年3月16日の国鉄セタナ線、1988年、昭和63年2月1日の JR、北海道末前線廃止による代行輸送を開始している。1998年、平成10年1月28日に、 函館市公共交通検討協議会が設置され、函館市交通局のバス、市営バス事業の民間一元化を含めた検討が行われた。1999年、平成11年に行われた、函館市長選挙において、市営バス事業の民間一元化を公約に掲げた井上博氏が当選。市長就任後から、さらに協議が重ねられ、2000年、 平成12年4月7日に、市営バス事業の遺憾申し入れがあった。函館バスでは、同年5月31日に、函館市の資本参加を条件に受け入れる旨を回答し、一元化に向けての準備が進められることになった。同年6月20日に2段階に分けて遺憾する、基本条件案を提示。同年10月11日に、函館市及び、 箱館市労働組合では1年間の延長と、それまでの一部路線属で合意。これをもとに、同年11月20日に、箱館市長と箱館バス社長が、基本協定に調印を行った。市営バスでは、市営であるが、ゆえの高コストがあり、市営バスで赤字とされる路線でも、箱館バスであれば、赤字を出さずに運行できる路線も多かった。また、 再三性の乏しい郊外路線を維持するには、函館市内路線の強化は重要であった。函館バスは移管後1年間は、市営バスの系統や、運行本数の維持、函館市は営業所、敷地、建物の10年間無償化し付けなど条件のもと、2001年、平成13年4月1日、第1段階として6系統、日吉営業所函館駅前を除く市営バス。 日吉営業所の移管を受けた車両44台26系統。合わせて、函館山登山バスや臨時運行路線についても同日に移管を受けている。2002年、平成14年4月1日には、第2段階として、市営バス昭和営業所の移管を受け、函館バス昭和出張所を旧市営バス昭和営業所に移転。2003年、平成15年4月1日には、 最終段階として、市営バス6系統の移管を受け、市営バス事業に幕を閉じ新たに、函館バスでの運営が始まった。移管完了後、従業員数はあまり増えていない。乗務員は、市営バス臨時職員の遺跡や新規採用で補充したが、交番の工夫などにより最低限の増員に止め、車両も市営バスから継承した車両のほかでは、予備車両の削減などで、 コスト削減を図っている。バスカードシステムは、市営交通に合わせて導入したが、バス事業を受け入れたとは言っても異なる。企み体であることには、変わりなく、箱館市交通局発行の生かすカードやたち乗車券などで、箱館バスに乗車した際、または、箱館バス発行のバス、市電共通乗車カードなどで、箱館市電に乗車した際や、 遺憾に合わせて導入された乗り継ぎ割引機の安分など生産の面では課題が残っている。また、市営バス事業遺憾完了と同日にお茶万部と餌産の出張所が廃止され、乗客向けの営業を行わない車庫化されている。特に地方路線ではバス路線を維持するためにマイカー通学の自粛を呼びかけており、学校側からの協力も得られているが、 実際には節約のためマイカー通学をするケースが多く、少子化の中での通学需要の減少は、地方路線維持ができなくなる要因の一つとなっている。これに対し自治体は、スクールバス運行の委託や、定期乗車券代金の補助などを行っている。特に、スクールバス運行の受託は、契約料金は低めでも、地方一般路線の維持よりはメリットがあることから、 前向きに営業を行っている。また、高齢化の進行に伴う通院需要では、患者を取り込むために、各病院が運行する自家用バスが新たなライバルと化しており、新しい営業戦略が必要となっている。2003年に、函館市営バスの路線をほぼそのまま継承したことも、あり、市民からも複雑でわかりづらいという声が以前より、あった。そのため、 箱館市ではこれらの声を受け、2017年度に箱館バスが市内で運行する100路線を集約して、半減するルート再編に着手し、ゾーンバス方式として骨格を策定することが報じられた。箱館市のルート再編案の主な内容はの3つの軸としていた。また、旧来からの箱館市 A バスと箱館バスのそれぞれの 系統番号が存続して複雑化しているのを、系統番号に統一ルールを設けたり、系統別にバスを色分けするなどして、一目で行き先が分かりやすくなる方向で検討されていた。これはそもそも、旧函館市営バスの事業継承時に、旧函館市営バスと函館バスの間に、同一系統番号があった場合において、基本的に、函館バス路線の系統番号に、 100を加えて新たな番号として運用していたことが主な原因で、それが利用者の混乱に拍車をかける結果となってしまっていることから行われるものである。その後の官民組織、私生活交通協議会においてゾーンバス方式について、床は屋外でのバス停での乗り換えが必要となることと、函館駅前と五稜郭の2拠点はゾーンバス導入で、 感染バスの運行利が短くなり、その都度運転手を交代させなければならなくなるなど、非効率で既存バス路線を維持した方が効率が良いことから、見送られ、三原を拠点として郊外に伸びる石川、赤川、新山の三つの,のみで導入することが決定した。三原を拠点とするゾーンバスに関連して、函館市役所亀田支所以下、亀田支所に隣接する。 亀田福祉センターの敷地を含めた、私有地において亀田地区統合施設、歌唱が建設されることに伴い、亀田ダ支所敷地内の駐車場を廃して、バス乗降場を整備することが決定し、2019年に実施設計、2020年に工事計画し、2021年の使用開始を目指す。それに伴い、現在の亀田ダ所前バス停は該当場所に集約されるが、集約後の 亀田支所前バス停を通らない便の利便性を考え、現在家電スマイル館、山田箱館本店前と、丸南赤川支店、京店の前にあるバス停に関しては、三原中央、仮称と解消した上で存続する予定となっている。なお、亀田支所利用者の駐車場は2020年度に、完成予定の亀田地区統合施設、仮称を利用する式となる。2018年、 平成30年8月28日の新聞発表において、私生活交通協議会が2019年度から函館市、北都市、七江町の市街地を運行する路線の系統番号を2桁に、その他郊外路線を3桁に統一するなどの改善を図る方針を固めたことが報じられた。系統番号の複雑さは函館に限らず全国で発生していることから、 国が2020年東京オリンピックパラリンピックも末全国のバス事業者に外国人にもわかりやすい系統番号への変更を推奨していることから同年5月から競技が行われていたものである当時は具体的には10番台を北都市旧カミーソ方面20番台を北都市旧オーナ方面とするなどしていたが同年11月1日の新聞発表において 次の系統番号が決定した。協議会で今回固められたこれらの系統番号案は、函館バスが最終的に調整した上で2019年4月から使う予定である。本社、函館営業所営業所記号 T 函館駅前、バスターミナル案内所昭和営業所営業所記号、S 日吉営業所営業所記号、H しか出張所営業所記号、 SK 森案内所北檜山出張所営業所記号、軽尻内出張所営業所記号 SR、松前出張所営業所記号 MS、A、市営業所営業所記号 E。料金体系はこちら。路線バス事業は、奥尻町、奥尻島を除くと等、檜山管内全域の西14町に乗り入れる。函館バスにおける、五稜郭停留所は、五稜郭公園前停留場前、 函館市営バスでの名称は、五両角伝停前となる。1系統昭和営業所、担当1系統休校3系統日吉営業所、担当31系統日吉営業所、担当5系統日吉営業所、担当6系統日吉営業所、担当96系統函館営業所、担当一部、鹿部出張所担当空港巡環線、飛びっ子日吉営業所、 担当29系統日吉営業所。担当100系統。空港五両角快速線函館営業所。担当8系統急行日吉営業所。担当9系統昭和営業所。担当9から1系統昭和営業所。担当 9J 系統昭和営業所。担当14系統函館営業所。担当1部日吉営業所。担当16系統日吉営業所。担当4系統昭和営業所。 担当5から1.52系統昭和営業所。担当27系統昭和営業所。担当106系統昭和営業所。担当94系統日吉営業所。担当35系統昭和営業所。担当59系統函館営業所。担当10の6系統昭和営業所。担当89.98系統昭和営業所。担当112系統昭和営業所。 担当90系統昭和営業所。担当79系統昭和営業所。担当105.55系統昭和営業所。担当53系統昭和営業所。担当41系統42系統9四43系統46.64系統50系統60系統6から2系統92系統34系統防用団地線。 11系統13系統21系統25系統81系統101系統116系統151系統122系統123系統港先回り132系統五両角駅前先回り33系統103系統130系統9から3系統新函館北斗駅上磯線一部は 自治体が運行主体となり、運行業務を、函館バスが受託する、コミュニティバス。元町、米エリア周遊合比野で、五両角巡回バス私立病院、五両角巡回バスリングお元気バスや地統号。系統番号は表示されないが、途中折り返し便の一部には付けられている。かかえガビア、川、急線・しかべかえ川、旧経由しかべ大沼公園、 鹿部線、函館、おしゃまんべ線、函館、瀬田奈線、快速瀬田奈号。鹿部駅線、濁川温泉線、沢原線。瀬田奈線、国鉄瀬田奈線、代行バス、太郎線、駆動線。函館、正木線、快速正木号、彦内、正木線、JR 城、全線、代替バス。函館、尻内線、函館、越差サ線。正木町、地域生活バス。 大量くんバス小砂五線エサシ、ヤクモ線ヒヤマ海岸線、エサシ、稲見線エサシ、観線、富里線エサシ木古内線、JR エサシ線大体バス五両角タワー、トラピスチヌシャトルバス函館山登山バス、ロープウェイシャトルバス松前桜豪湯の、川温泉ライナー、函館市内路線 BR 湯の川、空港線、 めぐりっ子ニューバスパ50から2系統2系統24、系統三原ライナー。郊外路線 BR 奥尻線上の湯線、ビア線、函館、東屋湖線函館、大西線、大西号うぐい川、旭大線姫川線。通常は中乗り、前折り方式、一部郊外バスなどで出入り口が前側にしかない車両もあるで、基本は乗車時に整理券を取り、 整理券の表示番号と前方の料金表を照らし合わせて支払う方式による料体系になっている。同じ乗降地でも経由が違うと料金も異なるので注意が必要である。運賃については、函館バスウェブサイトでは、函館市内、郊外、七江線、上磯線、大野線運賃一覧の内容が PDF にて閲覧できる。また全線において2014年4月12日より、 エキスパートで検索ができるようになったほか、現在では、ナバタイムなどでも検索が可能となっている。ただし、乗り継ぎ運賃については対応していない場合がある。次の各種乗車券を取り扱っている。定期券、歴日定期券については、2017年、平成29年4月1日土曜日から2018年、平成30年3月31日土曜日の、土曜、日曜。 祝日において、県面の区間に関係なく、大島、檜山館内の函館バス営業全線を、使用者本人は無料で利用できるほか、同じ区間を利用する同伴者1名についても、半額、波数切り上げで利用できるキャンペーンを行っていた。このキャンペーンは2015年、平成27年4月1日から1年ごとに、毎年行われていたが、2018年、 平成30年3月31日をもって終了した。アイクスにもか、イカスにもか、交通系、IC カード、回数券2018年、平成30年4月1日をもって販売を終了したが、すでに手に入れている分は2020年3月31日まで利用可能。バス、資源共通乗車カード、函館バス専用1日乗車券、 カンパス、高齢者専用乗車カード、身体、知的障害者専用乗車カード、精神障害者、戦勝者、原爆被爆者専用乗車カード、支払い方法は次の通りとなっている、現金、専用のバス、資源共通の磁器カード、IC 乗車カード、函館市内の指定停留所で、函館バス同士、または函館市電を乗り継ぎ、 現金と各種時期カードの支払いでは指定定留所校舎から目的地校舎までが2時間以内の場合に乗り継ぎ割引が適用される。アイクスにもか利用の場合は校舎から次の乗車まで60分以内の場合に乗り継ぎ割引が適用される。函館バスと函館市電が並行する区間への乗り継ぎは函館市電にのみ適用される。函館市外においても主要。 分岐停留所にて接続を取る路線があり、一部では直通運賃が適用される。函館市内での乗り継ぎ指定停留所場は次の通りとなっている。主に函館市内での乗り継ぎ方法は次の通りとなっている。現金。専用のバス、資源共通の磁気カード、IC 乗車カード、函館バスの全線において、 身体障害者と知的障害者の本人を呼び、その介護人は、身体障害者手帳、療育手帳の提示により、運賃が半額となる。ニもかエリアにおいては、身体、知的障害者は障害者用、アイクスニもかが利用できる。購入申し込みは、函館バス各営業所、函館駅前バス案内所、函館市電駒場車庫乗車券販売所にて、身体障害手帳、 療育手帳を提示して行う。障害者用、アイクスにもかでは、自動的に割引運賃で生産される。精神障害者の割引は、現在のところは、一切行われていない。ただし、国土交通省による、一般乗り合い旅客自動車運送事業、標準運送約款の改正に伴い、精神障害者が対象に加えられたことから、今後函館バス側が、 精神障害者も対象とする方向で検討中である。函館市では2012年3月31日までは、市電、バス利用症によって、高齢者、障害者、身体障害、知的障害、精神障害、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童扶養手当、または、急母子福祉年金受給世帯には、無料、介護人含む、無料、 半額となっていた。2012年4月1日より、対象者は70歳以上の高齢者、障害者、身体障害、知的障害、精神障害、原爆被爆者、戦傷病者に絞り込まれ、条件によっては、女性上限額が設定され、高齢者交通料金助成事業と箱立てし、障害者等外出支援事業の制度となった。高齢者は、 高齢者交通料金助成事業に基づき、交付された、女性券の使用で、高齢者交通料金助成専用乗車カードを、額面の半額で、購入、2018年3月31日までか、あらかじめ申請登録をした、スター X にもか使用で、函館市内の運賃半額分を1年度に、月最大6000円分のポイントで、女性、2018年4月1日からとなる。 各障害者、原爆被爆者、戦傷病者は、函館市障害者等外出支援事業に基づき、2018年3月31日までは、条件により専用乗車カードの交付か、半額購入、無料利用証か、半額利用証の交付が受けられていが、同年4月1日からはあらかじめ申請登録をした、各種のアイクスにもかによる女性に代わり、条件により全額女性、 上限あり、なしか、半額女性、上限あり、なしとなる。高齢者、各障害者などのすべての利用証、乗車カード、登録済みのアイクスにもかについては、函館市内全域が適用範囲となる。エサ市長では、65歳以上の高齢者と、特定医療費、指定難病受給者証を所有する人を対象とした、高齢者、特定疾患者乗車証、 バス半額券の交付を行っている。印鑑、氏名や生年月日を証明する公的書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、か特定医療費、指定難病受給者証を持参の上で、餌市町役場町民福祉課福祉子育て係に申請し、バス半額券を取得すると、餌市町内の区間において、校舎時に提示することで、路線バスを、 半額、半額後の10円未満の波数は、切り上げで利用できる。一度取得すれば有効期限はない。旧函館市営バスでもバスロケーションシステムが導入されていて、バス事業上ともも、函館バスが旧市営バス路線にのみ引き継いでいたが、設備の老朽化を理由に2006年11月10日、限りで旧バスロケーションシステムの使用を一旦終了した。 その後設備を更新し、2007年3月から衛星利用測位システム、GPS とアナログ無線システムを利用したバスロケーションシステムとして導入され、一部バス停の LED 表示板や、函館駅前、バスターミナルの案内書などに、設置のモニターなどで見られる他に、函館バスウェブサイトでも検索ができるようになった。また、スマートフォン用アプリ、 函館バスガイドを利用しての路線別検索もできるようになっていた。2007年以降に導入されたバスロケーションシステムは当初からある程度の到着時間の誤差が生じていて、これまでも LED 表示板を有するバス停などにバスが通過した後も間もなく到着島の表示が出ることがありますという注意書きがされていたが、特に2017年11月頃に発生した。 大規模なバスロケーションシステムのシステム障害以降、誤差が顕著なものとなり、実際の到着よりも、最大で5分程度多く表示される状態となって、バスの通過後であっても、あと5分で到着しますというご表示が出るなどしていたため、函館バスでは、函館市や国からの補助を含めた、事業費、約7、900万円を投じて、NEC 製の IP 無線を利用したシステムへの、 更新を行い、2018年、平成30年3月22日から運用が開始されることとなった。それに伴って、スマートフォン用の専用検索画面も新設し、目的地までの2路線を連続して検索できるようになることも告知された。なお、システムの更新に伴って、これまでのスマートフォン用アプリ、箱館バスガイドは、サービスが終了となった。 2018年に行われたシステム更新によって到着時間の誤差は減少したもののバスがバス停を通過した後であっても多少の誤差が生じて接近表示が続くケースがあることが現在でも LED 表示板を有するバス停や函館バスウェブサイトなどでも注意喚起されていてその点は気をつける必要があるほかウェブサイト上でのスマートフォンタブレット PC を使用しての策結果によっては そのバス停の時刻表には存在していない到着時刻のバス系統が表示されてしまうご表示が発生することもあるため検索後にそのバス停の時刻表も再確認する等の注意をする必ずがある貸切バス事業は函館運輸支局管内での発着が認められており車両は14台保有する塗装はかつて東急グループに属していたことから 東急バスに準じたシルバーに赤ラインの通称、銀バス色が使われる。長距離路線や、郊外線の一部は、平成初期までは白地に青色ラインが入った、用途装者で、東急急貸し切りカラーを経て、現在は貸切バスと共に、東急貸切色、マーキュリーが使用されている。函館市からの購入補助を受け、2005年、 平成17年にハイブリッドノンステップバスを2008年平成20年にエコハイブリッドノンステップバスをいずれも北海道で初めて導入している2008年平成20年には京浜急行バスから車椅子乗降用スロープを装備しない初期型ワンステップバス2009年平成21年には東急バスから ノンステップバス黎明期の1997年式都市新バスの三菱不装エアロスターが導入されている。また、グループを離脱した現在でも、東急バスからの移籍者が少なからず在籍している。管理地のため、転入した車両には、灯油燃焼式暖房装置取り付けなどの暖房の増強が行われているが、初期のノンステップ車両では、 ロングシート座席下が一段高い床となっていて、暖気送風機を設置するスペースがなく、前向きシートに変更した上で、座席下に設置しているため、完全に段差のない座席が2から3席程度になってしまっている車両もある。また、後付け燃焼装置や最前部座席の廃止などにより、全中部の座席数が首都圏の標準的な車両よりも少ない。郊外、長距離路線は主に、 前扉折り土車や貸切り兼用車を中心に運用されているが、交通バリアフリー法試行後2002年、平成14年からはに扉ワンステップ車両を導入し、座席を二人掛け主体にするなど座席定員減少を最小限に抑えている。東急バスから移籍した車両は、側面方向膜を中度合後ろに移した以外はほとんどそのままで使用されているが、一部には、 中ドアを埋めて2ドアからトップドアに改造されたものがある。2000年頃には3ドアからあとドアを埋めて2ドアにしたもの、3ドアよりトップドアに改造したものも在籍していたが、これらはその後経年により廃車された。また、函館市営バスからの移籍者のうち、函館山への路線に使用されていた車両は、高出力エンジンを搭載していることから、一部は座席を ハイバックシートに交換した上、東急グループの貸し切り色に塗り替えられて、長距離路線に転用され、各営業所に転属していた。こちらも2013年時点では経年により、全車廃車されている。コミュニティバス、リングには、東急高知美術館線で使用されていた車両を、外装を若干変更した程度でそのまま使用している。これは、東急高知美術館線の車両は、 外装だけでなく内装などもこれまでの函館バスには見られなかったタイプであったことから低コストで十分なアピールを実現するために選定されたものある。函館ロマン港に用いられるボンネットバスは1959年にイスズ自動車で製造された。HB 観光株式会社 HB 観光は 箱館バスの観光貸切部門の一部を分離独立させて2006年、平成18年4月1日に発足した企業。車両は16台保有し、事業は通常は離島を除く箱館運輸支局管内での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海全域となっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。